昨年大晦日に放送された第68回 NAHK 紅白歌合戦あと 7.15 の毎分視聴率が4日明らかになり、番組の瞬間最高視聴率が安室奈美恵40が歌唱中の午後11時18分 48.4% だったことが4日明らかになった。安室は14年ぶりの紅白出演で、テレビの生放送で歌を披露するのは7年ぶり。今年9月に引退することを発表しており、安室のラスト紅白に多くの視聴者が釘付けになった。数字は関東地区、ビデオリサーチ調査データを元にデイリースポーツが集計。9月での引退を表明している安室が、視聴率でも有終の美を飾った、歌手別でトップだったことに加え、番組を通しても最高となる 48.4% を獲得した。NHK が最後まで交渉を続け、14年ぶりの出演となった今回、1997年の産休前に母組トリを務め、翌98年の紅白で CANYOUCLEBRATE を涙ながらに披露し復帰を果たすなど、これまでも安室のターニングポイントは紅白だったとあって、ラスト紅白への視聴者の注目もひときわ高かったようだ。ド派手なステージで見せた氷川きよし、40も 40% を超える高視聴率だったが、安室が登場すると視聴率はさらに上昇。充実した25年だったと振り返り、約5分にわたって代表曲、ヒーローを歌い上げると、午後11時18分に瞬間最高となる 48.4% に達した。歌唱後には涙。視聴者は安室の一挙手一投足を熱く見守った。瞬間最高視聴率は歌唱時より審査結果発表時など番組終了間際に記録することが多く、昨年も瞬間最高は結果発表時の 44.8%。安室はこれを 3.6 ポイント上回り、貫禄を見せつけた。今回の紅白は平均視聴率で、第1部 35.8%、第2部 39.4% で、第2部は歴代ワースト3位。それでも、安室と並んで、目玉だった桑田佳祐、61が登場すると、47.3% 赤組トリを務めた石川さゆり、59が 45.8%、大鳥のゆずと、ラストの、蛍の光が 46.4% など、高視聴率が続出。